今回ではバイリンガーリズムにおいて提唱された仮説やモデルなどを紹介しバイリンガル教育の類型に関してももう少しお話ししたいと思います仮説につ,についてですが主にあのカミンズが提唱した以下のような1番から3番のものがあります特にこの丸二番の、えー、と仮説についてですがビクスやカルプを紹介したビデオでも少し、えー、と説明したことがあります 今回はそれらを踏まえてより多様な視点を取り入れてバイリンガリズムを見ていきましょうまずは式仮説ですこの、えー、と式仮説の表記の仕方は2つあります仮説自体の背景としてカミンズの、えー、と子どもの言語発達に関する研究にあります研究では、 バイリンガル教育を行う時点について、えー、と考察をしました。言語発達が不十分な段階でバイリンガル教育を無理やりに受けさせると認知面での発達にマイナスの影響を与えてしまう恐れがありますがたとえ十分に発達した段階でバイリンガル教育を始めさせれば均衡バイリンガルに近づくことができると。 そして認知面への良い影響も期待できるっていう結果が分かりましたこの研究結果をもとにしてカミンズはどのような場合に子どもの両言語そして認知発達がうまくいくのかという説明を仮説を用いて試みました。この仮説では、えー、と3階建ての家で式居が2つあるっていうイメージをつかんでみてください あの上の式に両言語が足した場合のみそれは認知発達にプラスとなるとして両言語ともに下の式に足していない場合はそれは認知発達にマイナス影響になりますつまり学業不振とかになりがちっていう状況になりますそして片方の 言語だけが、えー、と上の式に達した場合は、それは認知面にはプラスもマイナスもなくて、片方がより強いバイリンガルになるっていうようなことを述べています。これは、えー、と式仮説の内容です。次に、この式仮説をベースとして、カミンズは、えー、と共通規定言語能力モデルを、えー、と提唱しました。 前も説明したようにこのモデルにおいて母語と第二言語の関係は相互に互いに依存した存在とされています。近郊バイリンガルのように2つの言語を高いレベルで使用できるっていうのは非常に難しいことでもありますしそうなるには脳の中に2つの言語は一部を共通する部分を共有しているとカミンズが考えていました。 そのの共有している部分はやはやりカルプのことです。例えば片方の言語で抽象的な文章を読む能力、まあ、つまり認知的な学習能力があればもう一つの言語でもう一度それをあの最初からその能力自体を習得し直す必要がなくてかなりの部分のスキルが転移するっていうような説があります。 つまり、えーと、第一言語が発達しているほど、第二言語も発達しやすくなります。第一言語が低い発達段階にあると、バイリンガリズムの達成も難しくなる。っていうように、両者はかなりの相関性を持っていると考えられます。そして、共通規定っていう考えとは逆に、カーミンズはもう一つのモデルを考えてみました。それは、 分離規定言語能力モデルです。このモデルにおいて母語と第二言語は別々のものと捉えています例えば脳の中で2つの言語を代表する2つの風船があると想像してみてくださいその中の一方が大きくなるともう一方が小さくなることが理解できるのでしょうか脳の中にはスペースが限られているので一方ができるのでしょうか 優勢になるるともうう一方がが劣勢になるっていう考えがあります。で以上はバイリンガリズムに関する仮説ですがで次は実際にバイリンガル教育についてその現存のやり方などについて少しだけ紹介をしたいと思いますこのいろんなバイリンガル教育の中で特に有名なのはイマージョン教育あのイマージョンプログラムだと思います 多分聞いたことのある方もいらっしゃると思いますがイマージョンプログラムでは目標言語そのものを教えるのではなくて教科学習その例えば算数とか理科などの教科学習も目標言語を持ってあの授業を進めるのが特徴ですその実施についてよく知られているのはやはりカナダでの,あのフランス語の、えー、とイマージョン教育です 実践結果として、あの、学習者は聞き取りとか話すの流暢性においては、ネイティブスピーカーとあんまり変わらないほどになるんですが、文法において、その正確さなど、あるいは社会言語能力が身につきにくいとよく言われています。そして最後に、バイリンガル教育の中でも、あの、イマージョンプログラム以外にも、まあ、移行型とか、 維持型、主流型バイリンガル教育などが存在しています。ここではえっ、ー、と簡単な紹介をします。まず、移行型バイリンガル教育っていうのは、子どもの家庭で使われている少数派言語から多数派言語へ移行させることを目的とします。例えば、アメリカの移民に対する行われる移行型バイリンガル教育では、はじめは自分の母語で教育を受けるんですが、後には英語による授業に移行します。 これは一向型バイリンガルです。バイリンガル教育です。で一型バイリンガル教育においては、子どもの家庭で使われている少数派言語を維持しながら、多数派言語の力もつけていこうとします。例えば、初めは子どもの母語で、えー、と授業を受けて、後にいくつかの科目は多数派言語で授業に移行するんですが、やはりいくつかの科目は母語のままで授業を受け続けるということになります。 また最後に主流型バイリンガル教育っていうのは、えー、と2つまたは2つ以上の多数派言語がある社会でその2つの言語が使われる、えー、と教育形態のことです例えばスペインのバスク地方でその地方の言語であるバスク語とスペイン語の両方で教育が行われていますチェコメヨンチョン来地区 它是处于西班牙和法国接壤的一个地方，那这个地方呢，他们要用巴斯克语，它是形成了一个类似于像语言岛一样的一个地方。那么这个地方呢，它是用巴斯克语还有西班牙语的两种语言来进行他们的教科学习。 では、えー、と以上をもってバイリンガリズムの部分の内容の紹介は終わりました。で興味の持っている方はぜひより詳しい内容を調べてみてください。